はい、こんにちは。ポッシブル可能性&オッサンズバムの太田です。先日なんですけども、僕の札幌時代の親友、プロポーズプロデューサーの山中純一さんから朝お電話ありまして、音声サービスの、ラジオトークっていうのを、まあ、2年ぐらいやってらっしゃるみたいで、まあ、よかったら、太田さんゲストで出てくださいっていう話で、先日、プロポーズプロデューサー山中純一さんの、ラジオトーク番組にゲスト出演させていただきました。お誘い受けたんで、せっかくなんで何でもチャレンジしていこうかと思って、やらせていただきました。はい。一応ね、チャンネルも持ってるんで、おっさんずマム、はい、もしくは太田新平で検索してくれると、はい、ありますので、はい、よかったらぜひ、山中さんのチャンネルの方もよろしくお願いいたします。はい、それで、前回ね、YouTube でおっさんずマムのライブ配信やったんですけども、ちょっとやってほしい企画があるっていうことで、ご意見いただいたんですけども、まあ、こんな花屋は危険っていうお話ですね。はい、花屋さんってやっぱり中小企業っていうのが多いと思うんですけども、このお花屋さんの顔っていうのは、まあ人数が少人数っていうこともあって、やっぱり顔になるのは社長っていうことになると思うんですよ。なんで、まあ今回話すことは、まあ社長だったり、まあ上司だったり、まあこんなね、社長や上司だったら、この花屋さん危険だなっていう、僕のね、独断と偏見でお話しさせていただきます。はい、早速第5位なんですけども、数字に弱い。上司や社長が自体がもう数字に弱くて、もう感覚がずれてるっていうね。中小企業の経営者、まあ花屋さんに限らずなんですけども、数字に対してすごく弱いっていう社長が、まあ結構いらっしゃいますよね。まあ例えばなんですけども、未だに売上ベースの話しかしない。ね、今月売上が、先月の売上が、でも大事なのは売上じゃなくて利益なんです。はい。ね、今ね、こういろいろ時代が変わってきて、まあ今特にね、仕入れの単価もね、上がってきてる状態で、まあその売上が上がったからといって、利益が残るって仕組みとはちょっと今はの時代で違うと思うんですよね。で、今やってる仕事が、まあ一つの仕事に対していくらの利益が出てるのかっていうのをね、ちゃんとね、やっぱり把握しながらやっていかなきゃダメだと思うんですけども、なかなか数字に弱い社長、花屋さんは特に多い。あとまあ数字に弱い、費用対効果を考えれてないっていう社長が多いです。節約っていうことをやっぱしなきゃいけないんですよ。なんですけども、節約に人件費をかけすぎてる社長がいるっていうね。はい。何のための節約なのか。節約はしてね、経費は浮くのかもしれないけど、その分人件費かかってるから結局赤字っていうね。はい。そういうなんかこう、トータル的なね、費用対効果っていうものをね、分かってないんですよね。それは最初からその人雇わない方がいいんですよ。はい。で、節約しなきゃいいんですよね。はい。ね、わざわざ人を雇って節約をするっていう。あと、時間の使い方がおかしい。はい。ね、まあ、例えばなんですけども、大した仕事でもないのに、二人で、ね、配達に行かせてしまうだとか、ね、まあ、言ってみれば、ね、30分離れた場所に配達行くのに、一人で行けばね、往復で60分じゃないですか。だけど、二人で行くと、二人分のね、120分時間ってかかるんですよ。なんで、一人でできることは、絶対一人で行かせた方が、時間的な効率ってすごいいいと思うんですけども、ね、大変な仕事だったら別ですよ。なんですけども、そういうことを考えないで、じゃあ二人で行ってきてとか、言っちゃう社長が結構いらっしゃいますよね。一人ね、60分かかるんだから、その60分で会社に残ってれば、どんだけのことできるのって話ですよね。で、これはまあ、僕が実際に経験した、お花屋さんでの話なんですけども、社長がね、社長さんが、暇な日に、社員で外で焼肉やっちゃうっていう。はい。なんで、結構しょっちゅう、開催されてるんですよ。で、僕は、そういう暇な日があると、営業に回ってたんで、あんまりそういう焼肉には参加してなかったんですけども、で、そんなね、暇な時に焼肉やるっていうね、風にね、毎回やってると、従業員は暇な方が良くなりますよね。で、結局ね、そのね、数ヶ月後ね、社長が僕にね、やばいわ。売上3ヶ月赤字だわ。お前何言ってんだって話ですよね。で、暇な時に営業とか販売促進とかやってないのに、ね、赤字だわって言われて、当然でしょって話ですよね。はい。そんな社長のところはちょっと危険だと思います。はい。で、第4位ですね。自分が何でも一番だと思ってる自己満足社長。はい。これはかなり危険ですね。これは、あれですね。まあ、全員じゃないですけどもね。まあ、家族経営してるお花屋さんの、2代目とか3代目の方で、結構多く見られる、考え方なんですよね。はい。社長って、偉いと思うんですよ。偉いと思うんですけども、まあ、なんで偉いかっていうと、まあ、しっかりね、結果を出してる、社長は偉いと思うんですよ。
二代目三代目の社長さんって、社長イコール偉いと思ってる方が結構またこれもいらっしゃるんですよ。全員じゃないですよ。はい。全員ではないんですけどね。で、常にそういう人っていうのは、自分が一番じゃなきゃならないので、社員のことをちゃんとしたね、フラットな目線で評価ができない。ね、結局俺の方がすごいだろうっていう話になるんですよね。なんで、社員のことを褒めたりもしないし、鼓舞するなんてことなんて全然できないですよね。ね、俺はできるから、みたいな。はい。そんな感じの社長も結構多いです。はい。あと、多いのが、雇ってやってる。はい。雇ってやってる社長。はい。多いですね。ね、まあ確かにね、雇用上ね、やっぱり社長がね、経営者なんで、まあ経営者や、ね、従業員は雇ってもらってるんですけども、ね、その従業員がしっかり仕事をするから会社って売上や利益を上げることができると思うんですよ。なんで、まあ、50-50なわけじゃないですか。そのね、従業員が働いて、利益を出して会社が潤うっていう形だし、会社も従業員雇って、うまく使って、利益を生み出すっていうね、給料を払うけども、さらに利益をちゃんと生み出すっていうのは、多分50-50だと思うんですよ。なんですけども、ね、一方的に上からでこう、雇ってやってるんだっていう風にね、考えてる社長さんっていうのも結構多いんですよね。それでね、この間のライブ配信でもね、コメントいただいたんですけども、未だにね、サービス残業、経費を自腹、はい。ね、それがもう当たり前日常化してる、花屋さんっていうのは結構あるんですよ。ね、その方が言ってたのは、その方アルバイトですよ。アルバイトっていう立場なのに、アルバイトって時給ですよね。時給で計算してるのに残業代がつかないとか、ね、アルバイトなのに経費も落としてくれない。コピー用紙もね、経費で落としたらダメっていう風になってるんですよね。まあ、自分が一番だと思ってるというかね、雇ってやってるなと、お前花が好きなんだろうと。ね、俺は雇ってやってんだから、そのぐらいを、やれよっていう感じの社長が、未だにいるみたいですね。はい。言葉に酔ってる社長っていらっしゃいますよね、結構。はい。なんか語呂のいいね、四文字熟語だとか、なんか経済誌を読んで、その時に書いてた、ね、ちょっとかっこいい言葉とかを、結構こうね、言ってくる、従業員に対してね、言ってくる社長って結構いらっしゃるんですけども、ね、まあそういう方に限って、中身を理解しない社長が多いですよね。表面的なところだけでね。ね、いいことは言うんだけど、あなたやってますかって言ったらやってない社長って結構多いんですよ。昨日言ったことと次の日言ったことと話が全然違うみたいな。はい。そんな社長もいらっしゃいますよね。一貫性のない社長ね。はい。そういう人はもう自分の言葉に責任がないんで、でも自分が一番偉いと思ってるんで、自分が言ったことはもう思いつきで物事言えるんですよね。で、社長ってね、会社で一番偉い立場というか一番上のポジションなんで、やっぱり言葉の重みっていうものを感じてほしいんですけども、もうその時その時でもこう思いつきで何でも喋っちゃって、で、次の日また全然違うこと言っちゃってとか、ね、そういったなんかこう信用できない社長っていうのも結構多いと思います。はい、で、第3位。不足の事態に弱い。はい。この間のね、ライブ配信でも言ったんですけども、まあ、一番は、まあ、コロナって、僕が生まれてからのね、いろんな出来事があった中でも、かなり上位ランクに入るぐらいな、世の中が変わった出来事だと思うんですよ。結構今までのバランスがかなり崩れたんですよ。なんで、やっぱりこう、赤字だったっていうお花屋さんも、まあ、結構いらっしゃるんですけども、これだけこう、ね、世の中が変わったのに、で利益もね下がってね、国からの補助金でなんとかやってられるような状況で何も策を練らない、はい、そういった社長が結構多いんですよね。まあ、こういった会社も結構危険だと思います。クレーム処理を社員に任せるまあこれも僕実際に経験した話なんですけども、まあ、とあるね花屋さんで葬儀のスタンドの花を作ってたんですけども、まあ明らかにねずっと冷蔵庫にもう1週間2週間ぐらいね眠ってるような菊があったんですよ。でその菊で葬儀のスタンドを作れって言われたんで、まあその社長もワンマン社長なんで、まあ、作れと言われや作るしかないんで、そうやって作るじゃないですか。冷蔵庫に入ってる花を急に外に出して使用すると結構ね急に傷んじゃったりするんですよ。温度差のせいもあって、はい、でもろにそれを受けて、まあ次の日にはもう物の見事に菊の葉っぱが全部真っ黄色になってたっていう、はい、それでまあ大クレームだったんですけども、まあ、そのクレーム処理を僕に行かせましたね。はい
まあ僕その時立場的にはアルバイトっていう立場なんですけども、クレーム処理もアルバイトに行かせてしまう社長っていうね、はい、こういう会社は結構危険だと思います。はい、じゃあ第2位ですね。社員を物扱い。はい、こういう社長さんも結構いらっしゃいますよね。まあ会社経営イコール社員をこき使えばお金になるみたいな考え方の人って結構いるんですよ。はい、なんで社員が暇にしてるのをすごい嫌がる社長って結構いるんですよね。で、無駄な仕事でもいいからやらせるとか、例えばね、2日前に水替えしたばっかりなのにまた水替えさせるとかね、そんな水道代の無駄ですよね。そうなんですよ。そういったふうに、社員に楽させたくない社長っていうのが結構いらっしゃるんですよね。まあ、とある会社で、売上が上がらなくて困ってると。で、人手も不足してると。まあ、そういったことで僕、まあ、お手伝いに行かせてもらったんですけども、まあ、そこの社長もちょっとね、面白い社長で、売上がないわけじゃないですか。ね、売上がない、売上を上げたいと思った時に、皆さん、何考えますか？何したらいいと思いますか？はい。まあ、僕が考えるのはもう完全に営業と販売促進ですよね。はい。誰がね、黙ってね、お客さんがどん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 入ってくるってね、思います。なんか特別なこともやってないのにね。なんですけども、そういう社長に限って、暇な時に、会社の前の、花壇の草むしりをさせる。はい。いやいや、売上足んねえんじゃねえのかっていう話ですよね。はい。それで売上がない、売上がないって言ってる社長がいましたね。はい。上がるわけないですよ。はい、ある1位ですね。はい、1位は、目標がない。はい、これはもうダントツで1番ですね。売上や利益の目標がない。ね、売上も利益も目標がないのに、売上が下がったとか、利益赤字だったって言って残念がある社長って結構いるんですよ。いやいやいや、そもそも、ね、今年1年、いくら売上目標あったんですかと。いくら利益の目標あったんですかと。僕は聞きたいんですよね。目標も設定してないのに、ね、前年比上回るかったら、そんな都合のいい話、今の時代ないですよ。はい。ね、それ上半期とかね、まあ1ヶ月とかね、まあ区切り区切りで、やっぱりこうね、売上のチェックだったり、利益のチェックだったりっていうのはやっぱりやるわけじゃないですか。ね、で、前ね、営業の話もして、僕は数字の目標をちゃんと作って、やってましたよっていう話もしたと思うんですけども、まあ、例えばね、半年でね、目標の半分いってなかったら、残りの半年で目標の半分いくわけないですよね。ね、そんなの当然のことなんですけども、まあ、目標っていうものを持ってないもんだから、ね、そこのところももう全然関係なしなんですよね。で、もちろんね、会社に目標がないんだから、ね、社員、個人個人に目標を作ってあげることもできない。はい。で、目標がないと努力ってできないですよね。僕、目標ないのに努力したことってないんですよ。ね、こうなりたいなとか、ね、これをこなしたいなとか、ね、会社からこれを与えられたから、ね、これをね、期日まで絶対こなさなきゃならないとか、ね、そういった目標があるから努力ってすると思うんですよ。はい。なんで、まあ、そういった会社に入ると、従業員も努力が全然しづらいっていう環境になりますよね。で、そういう会社はもちろんなんですけど、自分の会社のストロングポイントが言えない、はい、ね、お花屋さんっていっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるお花屋さんの中で自分の会社はこういうところが売りなんだと、ね、こういうところは他の花屋さんどこにも負けないんだと、ね、そういった売りが全く言えない、はい、ないっていう花屋さん結構多いんですよね。で、まあ、目標がない花屋さんの花屋さんというのはやっぱり最終的には向上心がないっていうことになるんですよね。だからサービスも向上しないですし、技術的にもやっぱり向上していかないし、ね、いいサービスを続けれるかって言ったらもちろんそういうわけにはいかないと思うんで、まあそういったお花屋さんは、まあ、大体こう衰退していくというか、徐々にこう売上も利益も下がっていくというかね、そういった花屋さんが多いと思います。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ね、花屋さん以外でも中小企業で、うちも似たことあるよとか、逆にね、うちはそんなことないよとか、まあ、いろんな意見ってあると思うんですけども、もしよかったらね、高評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。で、またね、なんかご意見あれば、お気軽に入れてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。